負けたら終わり、負けなければ無限、そんな世界で生きてきました。どうもケケです。今回はですね、ランダムグラチャでやっていこうと思います。ということで現在7勝2敗、前回に引き続きねやっていこうと思うんですけど、見てくださいよ。ですね、ここで終わったのかな。もうラバクロに対してね、体育が相見ずしかね、相手5ワンのにっていう感じのデッキで、もうホバとベビドラが止まんなくてね、まあ、縛かれてしまった。これもランダムデッキの怖さだね。これ陸来ればもう最高のデッキだったんだけどね。でも、ランダムでここまで来れた。7勝2敗まで来た。これもう12勝いけってね、言ってるんだと思う。聞こえるもん !12 勝いけ!ほらね、聞こえた?今の俺じゃないんだよね。ということで7勝2敗からやっていこうと思います。もうとにかく神に祈る。ランダム。やっていきます。俺は運が強い方です。うん。いきます。8勝目。いくぞ!ランダム !GO! わっ!わっ!ワンチャンある!これはね、ワンチャンあります。いや、スペルがウッドだけっていうのがめちゃくちゃ怖いんだけど、シンプルにスケラ抜きで考えたときに、エリゴレ・インドラ・ミニペとかで攻めてて、ワンチャンが出るんで、ちょっと希望せずに8戦目やっていきたいと思います。もうこっから敵強いんでね、もうとにかく頑張りますよ。ということで、やっていこうと思います!いきます!来い!さあ、来たー。いや、相手の名前強そう。よろしく。ちょっとこれ録画できてる?できてる?怖い。さあ、とりあえず、エリゴレスケラっていうね、まあ、新しい組み合わせになっておりますが、俺は負けない。それでも俺は負けない。さあ、気合を入れていく。こう、とりあえず、ウッドでね、ゴボリをね、ビビってないでね、外に引き出していきます。さあ、これはもう父親になった時、自分の息子がね、まあ、家から出なくなってしまった時に対してね、ローリングと転がす、そんな感じでしょうかね。さあ、インフェルノドラゴンを後ろから出していく。アチャクイがきついんだな、このデッキ。まあ、どのデッキでもアチャクイきついんだけど、あ、強い。早く解放してくれ。早く解放してくれ、頼む。さあ、いや、ちょっと待って、あ、よかった。これロイホグか。今のところロイフグだよな。いや、アチャクイでしょ。スケラに弱いぞ。ワンチャンある。ここファルチで抑えていって、いや、エリゴレスケラワンチャンいっていいのかな。いや、まだマザネクがいる可能性ってのは捨てきれないんだよね。だからちょっと一旦もう一、ちょっと待って、ロケ砲これ緊急したいな。キングキドラ、よし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 。いや、キングキドラもした。オッケーオッケー、結構順調じゃない。ただロイホグが止まんねえ、このデッキ致命的すぎるわ。ロイホグ止まんないの。いや、このインドラ生かしていきたいな。いや、エリゴレスキャラでもマジワンパンしたい。ワンパンっていうのは一回パンチすることです。ワンパンチね。さあ、ワンパンチしていきたい。これもまた逆サイ無視で、えっ、これ、いやー、でもアチャクイが強いんだよな。お前ー、いや、これ来た。え、いけるいけるいける、いけ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 、来た、よし、あー、いけー、終わったか。これ、あぶねあぶねあぶね。え、ちょっと待って、いいいい、全然いい全然いい全然いいじゃん。あ、でもやばい、エリアドがやばい。オッケー、ファルチで抑えて、はいはいはい、来るよ来るよ来るよ、もうすぐ来るよ。はい、来たらこうして、よいしょよいしょ、からのミニペッカでしっかり押さえていって、ここにはハンターを出していって、しっかりゴボリを押さえていって、滑舌が悪い、これは一発強要し、え、ちょっと、あらららあるよ、ヒーロー、バーのおっちゃん。さあ、やらせていただきましたが、どうでしたでしょうか。いやー、ダメやど、拮抗してる、拮抗マンぐらい拮抗してるね、これ。あーしょー、いらなかった。やばいやばいやばい。ちょっと待って、一旦落ち着こう。一旦落ち着いて、深呼吸。はあ、はあ、ふぅ、はあ、はあ、ふぅ、はあ、よし、オッケー。さあ、この深呼吸をすると、周りから人がいなくなります。ここはファルチプラスミニペ出していって。いや、来た、これ。これのカウンターで。はい、皆さん。これのね、こんなところで終わらないんですよ。知っといてください。俺はこんなところで、いやー、めっちゃイライトリングじゃんそれ。ただインドラ、スケルトンらしいんだけが取れている。スケルトンが
最近流行りのテンプレデッキロイホグライトニングアチャクエにエリゴレスキャラで勝ちました。皆さんどうですか？これがランダムデッキの恐ろしいところだよ。これやってやろうかな。さあ8勝2敗あと4勝で12勝いきます。次のデッキいきます。もうこれ俺負けな気がしてきた。自分を信じて、ランダムを信じて。それではどうぞ。え、これいや来た、マジすっごい笑顔。俺アチャクイ来た、アチャクイ来たらね、この試合は絶対勝つ。いこう。この試合で負けたらマジで今までの全てがなんか否定されたっていうかさ、なんか無駄になるような感じがする。今までの頑張りが全て。アチャクイでは確実に勝っていきたいんで、ちょっと、ま、一旦待ってからいきます。ただまあなんだろうな、もうランダムデッキに街とかそういう概念とか別にないんだよな。逆サイランバーしていって、いやラバにはこいつが強いよ。あ、ラバクロだ。これラバクロはもう下方されてますと。さあアチャクイ出していって、 OK。 いやオーブンもいいね、いい味出してる。老舗のいい味が出てるわこれ。はいはい、打っていって、ここゴブリンでしっかり抑える。さあなんでだろう、なんかランダムデッキを使ってから体が軽く感じます。まるで自分のプレイじゃないみたいな、そんなプレイができます。ここね、もう見ててください。勝ちです。こんなあ、やべ、ゴブリンちょっと早かった。見てください、そうなんです、相手さんエリクサー使いすぎてたんです。そこを見逃さなかった。このガンガン目ね、眼球ね、眼球。さあ相手ライトニングなんで、まあ着衣にライト打たれるでしょ。そこは注意していきたいんですが、まあ、ここまだね、着衣じゃなくてライトニングが回ってないところなんで、着衣から展開していって、ちょっと一旦ね様子見をしていこうかなという感じで比べていきますと。はい、まあ、これは黒くかけてスケバレで一旦防いであげて、いやー、いい防衛を見せていく。さあスケルトンドラゴン一体は残っていく。相手インドラ入ってるんで、インドラきついな正直。ただアチャクイとスケドラでまあやりようはあるんで、ここはうん一旦ケツゴロ行きたい。よいしょ、多分左にラバ来るよね。いや来ないか。しゃ、おおら、えバラ入ってんの、ラバクロなのにバラ入ってんの。ここはいやワンチャンアチャクイ回して守っていいな。アチャクイ回して守ります。これいきます。この俺のアチャクイバルーンさばきを見てくれ。ウィーフィー、懐かしいな、ウィーフィット。さあしっかり削っていって、スケルトン部隊にアースクエイク、ここに来てアースクエイクが活躍するんです。俺は1枚も余すことなく、あオーブン使ってねえよ、あーオーブンもここで使っていくんです。俺は1枚も余すことなく勝っていく、そんなクララワが大好きだ。さあキングも残りわずかとなっておりました。これどうでしょうか。もうアチャクイを使えるようになった瞬間ね、こうなると、もうランダムデッキ使ってね、なんかきついクララをずっとしてきたから、クララがなんか不思議と上手くなってるような感覚になりますね。さあ現在9勝2敗きましたね。あと3勝でランダムグラチャで12勝達成。いや緊張してきたな普通に。ちょっと積み上げてきたものが結構大きい。マジギリギリな試合多かったからな。行きましょう。OP サムにね、エレジャイゴブジェで勝ったりだとかね。さあ、運命の10勝目のデッキはこちら。あ、終わった、マジで。ガチか。だが、何が起こるか分からない。それがランダムデッキ。それを俺はこの11戦で学んだはずだ。行くぜ。来た、よろしく。いや、ちょっと、おい、フリーズどこで使うんだよ。防衛でしか使えねえぞ。せめて1枚、バルーンとか、優しい気持ち、ランダムの優しい気持ちが入ってたら、よかったんですが、ランダムは常に非常、機械のように、冷たい心。スケルトン部隊と、え、ちょっと待って、これワンチャンあるかもしんない。ユニット、え、ユニットだけで勝てる相性かもしんない、これ。ジャイスキャラとかだったらさ、全然ある。あ、これ5打たれる。なんか打たれない、打たれない。来た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 。ちょっと待って。え、あ、これあれだ。
ここしかない、ここしかない、ここしかない。ええ、お前も無理せえ。やっちまった。ただ相手スキラでしょ。あ、やっちまったか。これやっちまったな。いや、オッケー、いい防衛。え、いい防衛、いい防衛。よし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 、悪くない悪くない。いや、もうちょいフリーズ早めに言ってたらな、変わったかもな。相手もフリーズということで、こっちもフリーズ、相手もフリーズってなると、どっちがどっちか分かんなくなるから、そのね、あの、分かんなくなる なさで勝てるかもしれない。なんそれ。さあ、ここでバボゴヤ、結構バボが強いでしょ。オッケーオッケー。あと1061、死ぬほど遠いな。全部フリーズで削るしかなくね、これ。なんか入るのかな、ライドラのチェーンとかたまに入ったりしねえかな。相手メガゴも入ってるんで、まあ、そこもちょっと意識していきたいね。インドラにライドラがマジでぶっ刺さってる。こことかなんかキング起動してくれたりしないかな。来た、このメガゴ。カウンター行こう。ここババ押さえて、ちょっと待って、右刺さってる。いや、ま、曲がって、これ。これフリーズ来るでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい。来た。これちょっと一マス高めに出していって、左サイドから攻められないようにする。右サイド来たらライドラ速攻出して、フリーズ固める。あらあら、まさかここでなら噛み合いでしょ。来た。ちょっと待って。興奮が収まんない。フリーズ押さえて、ライドラ勝たせて、ちょっとメガゴ押さえておく。あー、ま、これでしょ。いや、強いライドラ。オッケーオッケーオッケー。来たら速攻ババ出す。あらららら、マジだ。いや、バルンクル、バルンクル。オッケーオッケー、バルンクル。レイジーからの一発はオッケー、一発はオッケー、一発はオッケー。一発も入らない。来たちょっと待って、これ神エンション引いた。まさかのガチか。え、ちょっと待って、なんならよくね、主軸とかあった方が負けたかもしんない。嘘、こんなことってありえんだ。皆さん、見ましたか？これが、ランダムガラチャで。うん。さあ、あと2000か。俺、正直言って、マジでここまで来れると思わなかった。グラチャってそんな簡単なもんじゃない。本当にそんな簡単なもんじゃないんだよ。行きますか。もう、待ってるわ、12勝が。はい。いろんな可能性がある。楽しみだな。やってみよう。行こう。もうさっきの勝ったら俺は何も怖くない。どのデッキでも俺は戦っていける。そう言ってくれるような気がします。さあ、ここ一旦町から入っていく。さあ、町で密かの腕をくっつける、そんな気持ちでこのランダムガルチャでやらせていただいておりますと、さあ、とりあえずボンバー割いていって、ウォールブレイカー出してんでね。ウォールブレイカー未来でさ、両方4体2体2体にしたらさ、なんかいい感じじゃね。エッチ なんか感じになるよね。どうしよう。うわ、来た。マチャクイか。ゴールドナイト出しといて、デリバリーも出しときたいな。 OK、 しっかり押さえていく。ミラーがちょっと鍵になりそうだな。さあ、左一発入ってる。アチャクイの防衛がね、まあ、デリバリーがアチャクイに対して強いんで、そこちょっと使っていきたいっていうのと、ライトニングかな。いやー、これめっちゃいい。来た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 。あー、来た楽しい。あー、そうか、そう来るか。OK、まあまあまあ、許す。これね、ボンバーがいるから、全然大丈夫。その隙に、あー、来ましたね。それ咲いたらもう、どうすんのと。ミラーオールブレイカーです、これが。一発ドーン。よしよしよし。これは、ランバーで吸収しようかな。吸収一発入れてからのランバー。で、ちょっとカウンター気味に攻めていく。相手はメガナイトラムだね。のアチャクイデッキ。全然やりようによっては勝てる相手だと思う。俺は。今までのあいつらがいるから。ボンバー出して、よし、OK、一発も触れさせない。さあ、これ大事になってくるのが、両サイ攻めなんだよね。片方だけだと、よくない。なるほどね。あ、
そっか、ミラーで出せるのか。ミラーで展開したかったな。これ穴埋め使っとこう。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めちゃくちゃいい。オッケーオッケー。コランバで止めて逆サイ展開していく。もう一回いく。オッケーオッケー。これアイビーストボンバーで緊急する。いやーマジか。あー、それやばい、やめて。あぶねー、あぶねーとライトニング、いやライトニング3発だこれ。いや、足んね足んね足んね。やばいやばいやばい。ちょっと待って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 。ああ嘘、ええ、ああ、くそ、うわ、ちょっと終盤雑になったな。いや、あそこで言うのが全てだな。ちょっとデリバリー間に合うかなって一瞬思って油断しまった。あー疲れた。あー、まあとのことでね、第1回ランダムグランドチャレンジ結果10勝3敗で終わってしまいました。申し訳ないです皆さん。ちょっと順調を期待してくれた方もいると思うんでね。いやー、ラムが止まんなかったね。ウッドとか1枚入ってたら変わったのかもしんないけど、俺の攻め方もちょっと雑だったかな。メガナイトになんか追いつけられた場面が多かったね、ということなんですが、まあ見てください。ちょっと振り返っていくんですけどもね、ここのね、もうマジで主軸なしの、バルーンとかジャイアントとかね、そういう、主軸ユニットなしのデッキで勝てたりだとか、あとは最初の方に、まあ、2戦目で当たったんですよ。OP サムの、これ本物なんですけど、OP サムの、ね、ベストシーズン1、クロスに、俺の謎のゴブジャイルジャイ枯渇で勝てたんですよ。これがやっぱランダムデッキの面白いとこかなと思って、この企画やろうと思った理由は、ちょっともうど些細なことだったんですけども、まあ最後までできてよかったなっていうのが、俺の思いです。ちょっと好評だったらまたリベンジしようかなと思います。結構エネルギー使うんでね、まあしばらくは普通に、やろうかなと思うんですけど、皆さんもね、なんかいろんなカードが使えてね、面白いんでね、ランダムチャレンジ、ぜひやってみてください。ということでね、まあ、ランダムチャレンジ、これにて終了します。ご視聴ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。